地上では光の女神と呼ばれています。今この世界は闇の脅威にさらされようとしています。そこで私はずっとあなたのような勇気ある者が現れるのを待っていました。あなたが本当にこの世界を救えるかどうか試すため、これからいくつか質問します。それではエルヴィン、私の質問に答えてください。物資の補給中、敵に奇襲を受けてしまいました。あなたならどうしますか？次のうちであなたの好きなものは？どのような能力に優れた軍隊を理想としますか？強大な力を手にした時、あなたは何のためにその力を使いますか？男とは、戦いが始まった時、あなたが自分に対して求める能力は何ですか？あなたが理想とする部隊はどのようなものですか？最後に、あなたは何のために戦うのですか？大陸の至るところで小さな戦争が起こっては消え、また起こる争いの絶えぬ時代。旅の若者エルヴィンは、旅の途中で出会った見習い魔術師のヘインと共に気ままな旅を続けていた。やがてサルダス領へ入り、ある小さな村に差し掛かった時、宿に泊まり旅の疲れを癒そうとヘインに勧められる。ヘインが生まれ育ったその村は、人々も優しく、大陸に広まる戦争を忘れさせてくれるほど静かで平和であった。エルヴィンがこの村を気に入り始めたある日のこと、彼の泊まる宿にヘインが血相を変えて飛び込んできた。村外れにレイガルド帝国の兵団が攻め込んできたというのだ。帝国騎士団の狙いは村外れに住む少女リアナであるらしい。平和なこんな村になぜ？とりあえずエルヴィンはリアナを助けるために宿を出たのである。
死にたくねえなら俺の質問に答えろ。ニア。誰ですか。レオン様、目当ての娘を発見しました。うむ、よくやった。急ぎましょう。このままでは領主が兵を率いて現れるかもしれません。うむ。いや、来ないでください。急げバルド、領主が現れては厄介だ。どうしたんだヘイン。村外れにレイガルド帝国の兵隊が攻め込んできたんだ。村外れに。確かその辺りはヘインの幼なじみが住んでいるって言ってた場所じゃないのか。そうなんだよ。だから急がないとリアナが危ないんだ。わかった、すぐに出るぞ。レオン様、村人はどうしますか。我々の行動を見られましたが。無益な殺生はするな。我々の任務は人殺しではない。お前はバルドーの退路を確保しろ。はい。お前がリアナだな。怪我をしたくないなら俺たちと一緒に帝国まで来てもらおうか。私に何の用が。いきなりのことで申し訳ない。私はレイガルド帝国青龍騎士団を率いるレオンと申す者。私は。ベルンハルト陛下があなたをお待ちだ。帝都まで来ていただけぬか。私がついていけば村の人に手を出さないと約束し。無論そのつもりだ。女性をさらうような不名誉に加え無抵抗な村人まで殺すような恥をさらすわけにはいかぬ。ただし我々に対して剣を向ける者は誰であろうと切り捨てる。わかりました。ではついていきましょう。すまん。で、全員に告ぐ。無益な殺生を禁じる。安心したまえ。我々の任務は人殺しではない。は、はい。行くぞ小娘。さあさあ、おとなしくついてこい。痛い。そんなに強く引っ張らなくてもついていきます。くっ、捕虜のくせに生意気な小娘だ。よし、本陣へお連れするのだ。ああ、以後気をつけます。待て、この村で好き勝手にはやらせん。レオン様、群れの自警団が現れました。早いな。だがたかが自警団ごときを気にすることはあるまい。このまま作戦を続行するぞ。なんだと。たった数機で来たことを後悔させてやる。ふん、愚かな。
らないことだらけだよ。つまらんな。剣が使えん作戦など面白くもない。せっかくだ、そこにいる小娘どもをビビらせてやるか。やめて、約束が違うわ。うるせえ。お前を捕らえたからにはもうそんなことなんか知ったこっちゃねえ。ほら、どけ、邪魔だ。待て、バルド、勝手な真似はするな。ひどい、どうしてそんなことを。うるせえぞ小娘、お前も痛い目を見ねえとわからんのか。やめぬか、愚か者め。無益な殺生は控えろと言ったはずだぞ。二度とそうわっ、も申し訳ありません。これよりバルドー様の退路を確保します。お前はこれが初陣だ。お気になさらないでください。私はレオン様と共に戦えるだけで光栄です。すまん。くそ、こいつらだけでも俺一人。落ち着け、冷静でなければ戦場では生き残れないぞ。無理はせずに傷を受けた部下を自分の周りに戻すようにしよう。そうすれば部下の体力が少しずつ回復。わかりました、行くぞ。これで終わりだ。ここだ。やるな。レアードは私に続け、敵を一掃するぞ。はっ、レオン様に続け、行くぞ。気をつけろレアード、敵はパイク兵で編成している。波状攻撃で突破口を開き指揮官を狙います。うむ。
エバンゼ、行くぞ。そうね、私たちで何とかしましょう。この村は俺が守る。舐めた真似しやがって。清流騎士団を見ろよ。パイク兵を連れていようと、我々清流騎士団はひるみをしない。面白い、やってみやがれ。リデル、さすがに手強いわ。領主様が来るまで部隊を突出させず戦いましょう。
力を。世の中まだまだ知らないことだ。帝国兵め、この村から出ていけ。このままじゃリアナがさらわれ。よし、バルドーとかいう指揮官に集中攻撃。我らを敵にしたのがどうも。貴様は死にたくなけりゃそこを抱きやがれ。
やりやがる。様の邪魔をするとは愚かな奴らめ、ちょうど暴れ足りなかったところだ。そこまでだ。お願い、私のことは気にせず逃げて。私の待ってろ、必ず助け。今助けるぞ。お願い、逃げて。また強くなったぞ。かの者の傷を癒すたまえ。なかなかやるな。我らを敵にしたのが運の尽き。
はするな。あとは私がやる。やられるとは。我が領地内での勝手な振る舞いは私が許さんぞ。帝国の騎士団を追い払いましょう。領主様の軍だ。リアナ殿、またお迎えに参ります。なんとか終わったな。助けていただいてありがとうございます。私は光の神殿の巫女。俺の名はエルヴィン。当てのない旅をしている。偶然。エルヴィン様、本当にありがとう。いや、そんなかしこまらないでほしい。大丈夫です。エルヴィン様の。俺は大丈夫だ。それよりエルヴィン様っていうのは。それなら私もリアナと呼んでく。
さすがエルヴィン、かっこよかったよ。ヘインも助けてくれてありがとう。リアナが。皆さん、怪我はありませんかな。一度は退けたとはいえ。ありがとうございます。よろしくお願いします。それなら早く出発しようよ。暗くなってきたし。もうヘインたら、そろそろ出発しましょう。ちょっと待ってくれ。すまねえな。そんなことはないさ。あなたたちが騎馬兵を、そう言ってもらえるとありがたいよ。そうだ、冷凍いっちゃうな。ありがとう。悪いな。いいってことよ。何かと物騒な世の中だ。金は少しでも。そうだな。では屋敷へご案内します。エルヴィン？ん？リアナ。眠れないの？ああ。私もなの。戦いなんて初めてだったから。え？エルヴィンが私を守ってくれたから。ありがとう、エルヴィン。調子が良かったみたいだ。レイガルド帝国軍からリアナを救ったエルヴィンたちは、村に救援に駆けつけたサルダス領領主の勧めで彼の館を訪れた。しかし辺境の一領主でしかないローレンにとって、強大なレイガルド帝国に狙われているリアナを守り続けることは不可能である。話し合いの末、光の神殿の巫女であるリアナを帝国から守るには、エストールにある光の大神殿がいいという結論になった。エルヴィンたちはローレンの館で一夜を明かし、リアナを護衛しつつエストールへと向かうことになったのである。力になれず申し訳ない。リアナ殿を守ろうにも、あの帝国が相手とあっては、一地方の領主でしかない私には不可能だろう。それにしても、まさかこの前の襲撃がリアナ殿個人を狙ったもの。帝国がリアナさんを狙うのは何か特別な目的があるからだと思います。最近の帝国は各地に侵略を行っていますから、おそらく軍事的な理由。同感だ。だがエストールにある光の大神殿なら、帝国も簡単には手が出せないだろう。場所が場所。そうだね。それにあそこなら強い神官。ごめんなさい、私のために。遠慮なんかしなくていいよ。エストールまでは遠いし。そうだな。それにどうせ俺も当てのない旅を続けていただけだ。ありがとう、みんな。では父上、行ってまいります。せっかくの機会だ。見聞を広め、しっかりし。ではエルヴィン殿、リアナ殿を頼みましたぞ。はい父上。よし、じゃあそろそろし。そこにいるのは何者だ。そこまでだ。それ以上は進ませないぞ。清流騎士団か。追ってきていたなんて。リアナ殿は我々清流騎士団が預かる。
邪魔をすれば命はないものと。リアナ、奴らの言うこと。ヘインさんの言う通りです。帝国軍の言いなりになって。そういうことだ。それにここは私の治める領地だ。帝国軍。ほう、我らに逆らうというのか。ここは私が食い止める。君たちは北へ、エストールの光の大神殿へ向かってくれ。わ、領主は私が引き受ける。お前たちは娘を捕らえろ。ディアナを守らないと。ディアナ、北へ向かってくれ。はい。残念ながら今の私たちには青龍騎士団と戦えるだけの力はありません。ここは父に任せ。
に力を。邪魔はさせないぞ。奴らを返り討ちにするぞ。我が剣の神髄。やるな。領主殿、どうあっても何を企んでおるかは知らぬが、お前たちのバカな、我々に歯向かうというのか。私とて一度は剣の道を極めた者、青龍騎士が相手といえども。レオン様、大変です。レオン様、国境付近の村でモンスターの群れが暴れており、村人にも被害が出ています。なんだと。見過ごすわけにもいかんな。よし、レアード、ここの指揮は任せる。はっ。しかしレオン様はお一人で。モンスターごとき私一人で十分だ。はっ。我らを敵にしたのが運だ。邪魔だ。雑魚どもはさっさと死ね。俺に耐えられるか。いや、うお、みんな一気に突破するぞ。はい。
敵にしたのが運の尽き。そうだ、ヘインさんはアタックが使えますか？アタックを使うと傭兵の攻撃力を一時あ…へえ、そうなんだ。攻撃補助魔法ってバカにできないんだ。しませんぞ。しまった、伏兵か。ここで立ち止まるわけにもいかない。リアナを守りながら、いっ、
神髄。やられるわけには。父上、もうそれ以上は無理です。聞いて。すまんな。よし、娘を。知らないこと。リアナ、大丈夫か？なんみんな、リアナを守る。
何をもたついているんだ。これでは逃げられてしまうぞ。なかなかやるな。だがこれ以上はやる。くそ、もう少しなのに。何者？なんだなんだ。帝国軍青龍騎士団ともあろう者がよ。貴様、我らに歯向かうつもりか。お前ら帝国軍に用があったのは事実だがな。まあちょうどいい。お前らを乗せた後にでも聞き出すとするか。そこの赤毛の男、勝手に暴れさせてもらうぜ。誰だ？一体何者なんだ？傭兵のようですね。さて、誰から、ね、あそこだな。バカが、俺に勝てると思ってるのか？俺の一撃を。
者の傷を癒したまえ。よし、このまま一気にエストールへ向かっ、はい、仕方がない、撤退だ。帝国軍が撤退していく。この待ちやがれ、俺の用は済んじゃいないぜ。ありがとう、助かったよ。俺ローガだ。それにしてもお前らなぜ狙われるのか、俺たちにもわからないんだ。帝国がリアナ、彼女を何かの目的で、まあどうせ俺には関係のねえことだ。詳しく説明、それより急いだ方がいいんじゃねえのか。また奴らが追ってくると厄介だぜ。そうですね、とにかく急ぎましょう。どこへ行く気だ。エストール方向だったら同じ方向だから俺もついてってやるぜ。心強いよ。よろしく頼む。ところでリアナさんは、帝国に狙われる心当たりはないのですか？ええ、ありません。とにかく急ごう。帝国軍がまた襲ってくるかもしれないからな。道中、気をつけてな。はい。調子が良かったみたいだ。聖竜騎士団の追っ手を振り切り、エルヴィンたちは光の大神殿を目指してエストールに向かった。光の神殿の総本山でもあるこの大神殿は、数多くの神官戦士を持つことで有名である。一夜の宿を借りた一行は、次の日司祭様にリアナの保護を頼み、それで全ては終わるはずだった。だが彼らの思いをよそに、神殿に攻め込もうとする炎竜兵団副隊長ゾルムと黒竜魔導士団モーガンの姿があった。
この力で平和を作るんだ。もっとオイラを頼ってよ。